メリカ和紙にある国の登録有形文化財旧宮崎酒造や有林庵で開催されている酒蔵アート in 滑川、今年で10年目を迎えました。酒蔵アート in 滑川は絵画や書、彫刻、陶芸、インスタレーションなど幅広いジャンルのアートと歴史的建造物が醸し出す独特の空間とのコラボレーションが特徴です。やっぱりこの建物と作家のコラボですね。この建物自身がもう主張しすぎるくらい主張している建物ですよね。歴史のある建物ですから、その建物の中に私たちの想像力、その想像力を醸し出した作品とのコラボっていうか、まあある面戦いでもあると思うんですけれども、はい。酒蔵アートに初回から参加している野村純子さんの裂き織り、着物地などを細かく裂いて使用した織物です。酒蔵アートはかつて北陸街道の宿場町として栄えた瀬和町の歴史ある町並みの魅力も発信、回を重ねるごとに来場者が増え、今では1500人近くの人が訪れます。まあ、10年長かったような短かったような感じにいたしまして、まあ、でもこれだけ浸透して1回目よりは見ていただける方がもう数段増えました。もっともっと成長させて、全国からバスツアーを組んで来られるような感じになれればいいかなと思ってます。はい。歴史ある町並みや建造物の中で開催される酒蔵アート in 滑川は、これからも作品と町の魅力を伝えていきます。